ております。初めて泊まります。初めて湯河原を何回も通ったことあったんですけどね、泊まったことないんですよね。で、今回の旅はですね、湯河原箱根、熱海という流れで、まあ今回も出発が遅いんで、遅い時間から旅館に湯河原にチェックインして、次の日に、まあ箱根熱海に向かうような流れになりますので、楽しみですね。またね。では湯河原にね向かっちゃいます。デイ。夕日が綺麗、すごい綺麗、海沿いいいな。はい、いつもお世話になっている青松パーキングエリアでトイレ休憩ですね。ここは前の姿に戻るんですかね。工事ずっとしてますけどね、海沿いだから厳しいのかな。この後はもう湯河原に直接向かいます。湯河原駅前でーす。閑散としてますね。月曜だからかな、これは。わーけど雰囲気いいですね。足湯もあってね。足湯、ないか、間違えた。雰囲気がすごい温泉街になってきた。あれ、こんな感じでしたっけね。これ左か。行きまーす。着きました。本日はこちらのお宿さんに、宿泊させていただきまーす。本館の方へチェックインしに行かなきゃいけないんですけど、こんなにいい道があったとは知らず、すごくいいですねこれ本当に。温泉街、風情のある温泉街という感じですね。はい、チェックインしました。じっくりこの街を歩いてみたいですけど、暗いのと、まあ、今お腹空いてるんで、とりあえずご飯を食べに行って散歩するかしないかという感じでしょうかね。はい、こちらが小町館ですね。完全にフロントがクローズになってるんですね。こんな感じの雰囲気でございます。では部屋に向かいます。はい、部屋に着きました。もう荷物が結構多かったんで疲れましたけども、綺麗で広いお部屋ですね。旅館といったらね、やはり披露宴っていうんですかね、こちらのスペース大事ですからね。ここでね、夜お酒を飲むのが楽しみですね。はい、では夜ご飯を食べに行きます。もう選択肢がね、2,3 店舗しかないので、その中の一つのお店に行きます。あ、もう見えてきましたね、目の前ですね。なんかですね、訳あって一回ちょっと諦めて違うお店を選んでみてます。雰囲気ね、雰囲気。あ、こっちじゃないや、取り乱し。こちらは焼肉屋さんですね。あ、肉の匂いに負けちゃうなこれ。普通のカルビですよ、これ。これはうまそう。では、いただきます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。
ね、すごく美味しかったです。本当にね、こちらの焼肉屋さんを選んでよかったと思えるぐらい美味しかったです。少し、まあ、言い方悪いですけど、そこまで期待してなかった部分もあって、実際すごく美味しくて、そして今散歩してます。見えますか、この川が。近くにコンビニがあるそうなので、そこでね、漬物だけ買って帰りたいですね。今歩いてるんですけど、ここね、車飛ばしすぎ、多分地元の人だと思うんだけど、異常な速さで、人が歩いてるのちゃんと見えてるのか分かんないけど、マジでね、飛ばしすぎ、車やめてください。そこだけはね、声を大にして言いたいです。危なすぎる。いや、にしてもいい温泉街ですね、これね。こっちも小綺麗になった道があるんですけど、すごいいいよこれ。歩いてて気持ちいいですよ。はい、コンビニ着きました。たまらなくないですか、この地元のコンビニエンスストアで酒のつまみと酒を買う行為が。なんと駄菓子が売ってます。駄菓子コーナーがありました。はい、コンビニ出ました。ほぼね、地域共通クーポンで、全部買うことができました。楽しいですね、こういう地元のコンビニで何が売ってるか、いつも売ってるもの、いつも買ってるものか、いつも買ってるものが買えない恐怖と、どんなものが売ってるかという楽しみ、楽しかったです。では宿に戻ります。部屋に戻ってきました。少しゆっくりしてから温泉に向かいます。なんか温泉がね、湯質がすごくいいっていう風にね、口コミに書いてあったんで、楽しみですね。他の人と被らない時間に行きたいですね。風呂入ってきました。噂通りね、気持ちよかったです。アルカリ性単純温泉じゃないですね、これはね、ナトリウムカルシウム系の温泉で、ぬんめぬめでしたね。で、貸し切りだったんでね、ゆっくり入っちゃいましたよ。では楽しみにしていた晩酌の時間でございます。明日の予定を立てつつ、しっぽりとお酒を飲みつつ、つまみを食べつつですね、この幸せな時間を過ごさせていただきます。温泉に来るとね、本当に時間が経つのが早いっす。というわけで、おやすみなさい。寝る前にすいません、飲んでたら締めに赤いキツネが食べたくなりました。そしてくっそうまいです。それだけです。おやすみなさーい。おはようございます。朝です。二日酔いがひどいです。急いで、温泉入ってきます。眠いわー。はい、温泉入ってきました。気持ちよすぎた。生き返りましたよ。そしてオレンジジュースがね、朝のオレンジジュースはいけますね。本当に美味しい。今からですね、朝飯を食べます。酒茶漬け、あ、
梅だった。梅茶漬け梅、はい、ではチェックアウトします。はい、チェックアウトしました。この後は少し湯河原観光ですね。万葉公園っていうのが近くにあるそうなので、そこに向かってみます。Google ナビを見てですね、万葉公園の周りをぐるぐる回ってみたんですけれども、入り口が見つからなくて、なんかおかしいな、おかしいな、怖いな、怖いなと思って、もう一回調べてみたら、なんか再整備で1年間ぐらい入れないという話らしいですね。あのね、万葉公園が閉まってたということでですね、この後は湯河原駅方面を軽くドライブして、本日の目的地である箱根に向かいます。この辺で湯河原、雨降ってきた、いいね。この辺でですね、湯河原編は終了といたしますので、この後の箱根編は動画を後日アップさせていただきます。動画の概要、動画の URL は概要欄からご覧ください。ではまた箱根編でお会いしましょう。バイバーイ。はい、こちらが温泉です。白濁の温泉、窓もね少し開けられるので。ごちそうさまでした。結果的に言わせていただきますと、本当に来てよかったです。ここの居酒屋モンタさんっていう。